海の底、吸盤を持った恐ろしい怪物が住んでいる。ではそろそろ本部から出荷許可をもらっていきたいと思います。本部アミティ6は準備完了しました。本部からアミティ6へ、はい、出荷を許可します。気をつけてママグッジ。では出荷です。フランス希望の皆さんと後ろの席のお姉さんに手を振っていきましょう。行ってきます。バイバイ。アミティハーバーツアーへようこそ。私はツアーガイドの武田と申します。皆さん最後までどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。楽しいツアー見ていきましょう。では皆さんはご存知でしょうか。1975年、アミティの街に巨大なサメが現れ、人々が襲われました。その話をもとに映画ジョーズが作られ、この街は一躍有名となったんです。今でもサメを撃つためライフル積んでますが、そんなこともありません。緊急事態発生、こちらアミティ3、救援を頼む。もう少しお待ちください。どうした、襲ってた、襲った。アミティ3、ちょっと、アミティ3、本部こちらも受信した。君たちの船のすぐ近くからだ。この近く、途中のアミティ3からの遭難信号らしい。遭難信号、その付近を捜索してくれ。こちらはブロディ所長に連絡を取る。オーバー。了解。何かの冗談ですよ。我々はツアーを続けますね。まずは左側ご覧ください。こちら アミティ6より本部へ、アミティ3が沈没しています。場所は灯台の下、周りには誰も。所長だ。
みんな無事か？所長、アミティ6号はもちろん全員無事、なんとかあのサメやっつけました。やったー、ありがとうございます。勇気ある皆さんのおかげで無事に船着き場まで帰ってくることができました。皆さんで手を振って帰りましょう。ただいまー。